前回の開封で一番のね狙いだったゾルダマッスルガールの超絶マッスルガールのゾルダゲット購入できているので、今回はねイルミナをね、今回は絶対にイルミナを、前回出なかったからなイルミナ欲しいね。あとねアルザードエルザハクネンビリーカナンシグマゲンマジュマワイヤット、こいつらも出したいんだよね。第4弾がね1月に発売するので、それまでに絶対にコンプしておきたいんだよね。今回は絶対にコンプしたいんだよ。し行くぜ、ワンパック目、さあ頼むぞ。かっこいいなアルザード、そしてイルミナ妖艶だっけ、絶対欲しいんだ今回。前回もなー出なかったからな、今回も出ないっつうこともありえるけどね、ありえるけど諦めたらね、そこで俺パンイルミナ、うわー半人半馬のクイーンクレイン、でもこれ初持ってない、ザンクイーンクレインね。よしよし、一発目から初のカードが降臨してくれましたと。次どんどん行きましょう、頼むぞ。あ、でもね、ゾルダもう一枚でもいいよね。ゾルダもう一枚ゲットしたいから、ゾルダだったら被ってもいいな。マッスルガール。マッスルガール2枚出したいね。さっ。白蓮だよ!あ!初、十画王白蓮。ほんとさ、神羅万象チョコのカードのデザイン最高だよね。見て、この、うわぁ、かっこいいデザイン。美しいね。ホロもまたたまんないよね。ホロ仕様のカードのこの輝き。ありがとうございます。初カード。白蓮、十画王。ゲット降臨です。やべえ、調子いいかもしんない。これ調子いいぞ。これはね、もしかすると、前半10パックで、イルミナ来るんじゃないか。妖艶だっけ。イルミナ。そして、アルザードも欲しいんだよね。めっちゃかっこいい。しかもね、アルザード、レアバージョンもあんの。レアバージョンのアルザードのね、デザインがさ、すっげえもう神なの。絶対見たい。今日出してみたい。よし、行くぜ。頼む、イルミナ、アルザード。ナタク、ザン。これも初だね。前回来なかった。なったくね。なかなか前半から調子いいな、今日は。これはマジでコンプいけるんじゃないか。コンプ。全種類コンプリート。そして、イルミナッション。まあ、妖艶ダッキーがね、一番の狙いが来てくれたら、本当に。前回最後の方に来たからね、ゾルだね。さ、ワイアッティだ。来ました、ワイアット。めっちゃかっこいいんだよね、このカードデザイン。ザン。わお。いいね、ワイアット。やば。待って、これめっちゃかっけえ、本当。ネットで見たんだけどさ、実物もっとかっこいい。ネットよか、実物のカードデザインの方が、いや、まあそうだけどさ、もう大抵そうだけどさ、実物の方がかっこいいんだけど、ワイアット特にかっこいいな。マジで前半荒ぶってんな。これアルザード、イルミナあるんじゃない?アルザード、イルミナ、あとシグマも出してないからね、シグマもゲットしなきゃいけない。よし、行くぞ!ザッ!やった!やった!みんな来たぞ!来ました妖艶だっけ。これ最後に、あーできれば最後の方で後半で来てほしかったけどね。まあ前半で来てくれても本当にもう全然 OK。 安心して開けられるからね、後半で、ね、ありがとうございます。これ最後に見よう、みんなで。やった妖艶だっけ入りました。 OK。 あとはアルザード OKOK。 いいんじゃない。あーよしよった、早く見たい。カードデザインがねもう楽しみでしょうがないんだよね。妖艶だっけ、あとアルザード、やった妖艶。おバルバラス、これかぶりだね。前回来たバルバラス、これはかぶりと。やった、嬉しい。あとゾルダもう一枚もできれば欲しいなと思っている。これはコンプ、ちょっと待ってよ。まあコンプの前にたくさん欲しいカードかぶってもいいんだけどさ。おエドワルディ、これも前回来たね。エドワルド、ザン。よし、あ待って待って、これあれか、使い果たした。もういやー荒ぶったもんな前半な。ちょっと前半荒ぶって後半死ぬるパティーンかもしれんね。今回も結構あるからな、前半荒ぶるとね後半。エルザ来ました、マッスルガール、ゾルダの娘、ザン。やったエルザだ、これ欲しかったんだ。おお全然似てないね。ゾルダと全然似てねえじゃないか。ゾルダなんであんなマッスルガールなんだろうね。もう、ケール以上の爆肉ボニーだからね。爆肉ボディ。すげえからな、あの筋肉ね。やったー。あとはボロスゲットしなきゃ。ボロスが親父。よっしゃ、あとね、前半2パックでボロスを出して、後半でアルザード。いったりましょうかな。アルザーディ。アルザーディ。頼むぞ。ボロスよ。これで一家が揃うんだ。さっ、うわ、かぶったね。一応かぶったカードもね、そこに並べておくわ。よし、後半戦に行く前のラストのワンパッキーいきます。ワンパッキー、前半ワンパッキー、ラストワンパッキー。さて何が来るか。前半でボロスゲットしたいな。ボロスちょっと待ってくれ。なんということであろうか、この展開。なんとね、前半でアナザエルザ降臨、そしてノーマルエルザ。まあ、ノーマル、メタリッキーなんだけど、ノーマルエルザ降臨。マジすげえな、この輝き。やべ、神羅万象最高だわ、マジ。カードデザインがたまらん。ダブルエルザ、ゲット降臨伝説。お父さん出す前に、なんと娘がさ、ダブルで揃ってしまうっつ、奇跡ミラコ、トツカミラコ、レベルマックス。
ありがとうございます、トツカ。そしてね、後半戦行ったります。まあ、妖艶だっけはね、最後にまだ残っていますので、いや、楽しみだね、妖艶だっけ。そしてね、アルザーディ。出さないとな、アルザーディ。頼むぞ、アルザード。アルザード。さあ、始めようか。行くぜ、うわぁ、これ被ったよね。こいつはもういらねえな、正直。正直、次はもういいな。次はもうね、もうそろ、荒ぶるのを抑えてほしいね。そして、スポリス、コロリス、コロコロ。うん。ジェミニウス。ザン。ノーマルカードはね、ジェミニウス。双子ってるね。双子ってるジェミニウス。はぁ、流星の双子。いきます。いやーダーカーザンブラック懐かしいな。今すげえ思い出して、今。ダーカーザンブラックすげえ思い出した。また見たくなってきて、よし、行くぜ。いきます、頼むぞ。アルザーリー。来たか、ブーン。うわ、やべえ、やべえ。やっぱね、前半で荒ぶると後半ね、こういうことになるんだよね。死ぬる展開になるんだよね。やべえな。だって前半でさ、妖艶だっけ来ちゃったからね。まあ、前半でゲットできると安心できるからさ、まあ、それはそれで嬉しいんだけど、どうせ来るなら最後に来てくれた方がさ、前回のゾルダみたいにめっちゃ盛り上がるじゃん。さっ。よっしゃ、めっちゃ欲しかったカード。もうさ、名前がさ、最高じゃね。重々章、ビリー。銃の銃の章だぜ。最高じゃねえか。やったー、ビリー来ました。しかもね、デザインがね、最高なんだよ。すげえ美しいの。ザン。もうこれね、拍手したいよね。いや、ちょっと今両手、まあ、そっといて。いや、ごめん、拍手抑えられなかった。自然に出るよね、自然に出るよね。ビリー、見てこの美しいデザイン。さえ、あ、めっちゃ絵描きたい、これ。ビリーすげえな。しかも輝いてるからね。やっと来たか、ビリー。あと今回絶対ゲットしたいカードは、ビリーとダッキー来てくれたので、ボロスとアルザード絶対出したいよね。まあ他にも欲しいのたくさんあるんだけど、今回はね、もうコンプできないので、よし、いきます。欲しいカードを狙う。あとゾルダ被ってくれてもいいよね。ゾルダね、ゾルダ被ってくれても全然 OK。 アルザーリー、アルザーリー。フワロか、可愛いんだけどね。前回来たね、これね。やはりノーマルカードが荒ぶるね、被るね。ノーマルだけに、ノーマルだけにやっぱ来るね。よし、アルザード。お前全然来ねえな、さすがアルザード。アルザード来て、妖艶だっけ来たんだから、アルザーディも出したいよね。マジで今日エルザ祭りじゃねえか。マッスルガールの娘祭りじゃねえか。まさかのトリプルエルザ。すげえ、エルザってるわ。やべえ、これもうボロス出すしかないよね。あと4パックでボロス、お父さん出さないと一家揃えらんない。ここまで来たらもう揃えるしかねえな。でもアルザーディも惜しいしな。アルザーディ行きまするか。このね、前回ゲットしたマッスルガール、もうこのマッスルガールもう一枚でもいいんだ。被りたいよね、マッスルガールね。あの肉体ほんと美しいかな。さ、シグマ来た。ついにシグマ入った。メギドの息子ザン、シグマ。あ、しかもメギドいるバージョンだね。お父さんいるバージョンもう一種あるんだよね、シグマはね。あのメギドいないバージョンのやつ。やった、すげえかっけえな。おい、なんだこの輝き、デザインやばくね。すげえ、めっちゃ光り輝いてる。つうか、ほんと神羅万象のさ、カードデザイン、もうイラストがかっこいいからね、カードデザイン神ってるな。暗黒流星王子、シグマ。やったー、来たー。マジで腐れかっけんだけど、どうしよう。シグマすげえかっけ。あとビリーもいいね。ハクレンとビリーとシグマ、エルザ。うわー、今日言うことねえな、これ。あと3パック。あと3パック。で、最後にね、妖艶ダッキーが待っているのね。妖艶、もうちょい待ったね、みんな。妖艶ダッキー、最後にみんなで見ようぜ。めっちゃ美しいから、さっと。あとはアルザードなんだけどな。アルザード来て、お願い。何これ、神会中の神会中の神会中の神会かもしんねえ。シグマからのシグマ。さ、待って、マジでこんなことある。シグマ揃っちゃった。しかも連続で。すごくない、これ。地味に、地味にすごいよね。シグマ連続で揃って結構な確率じゃね。すげえ確率だと思うんだけど。わあ、シグマ揃った。かっこいいなぁ、デザイン。やべ、これほんと絵描きたくなるよね、こういうデザインのカードってね。ザン、シグマ、この輝き、ありがとうございます。よっしゃ、シグマダブルだ。なんだこの輝きは。シャイニングカードのこの輝き、素晴らしい。めっちゃシグマかっけえな。まあ、今までエルザがナンバーワンだったんだけど、シグマナンバーワンだったね。まあ、本当のね、真のナンバーワンはここにいらっしゃるんだけどさ。まあ、後でね、最後にね、その前に、やべ、アルザーディ、あと2パックなんだけど、やばいんだけど。アルザーディ頼むぞ。アルザーディ、アルザーディ、頼むぜ、聞いてくれ。あ、緊張する。アルザ、一気に手汗が。よし。あと2パックしかないんだ、アルザード。お願い。マジ、筋肉ガール来たんだけど。2枚目。
筋肉ガールエルザのお母ちゃんザン、もうねこの、まあ、前回見たけどもう一回見ていい、もう一回見ていい、バンユーヒゾルダ、バンユーヒゾルダのマッスルなボディをさ、もうこれ神でしょこれ、すげえなんだこれ。いやもう前回も見たけどさ、やっぱ改めて見るともうひれ伏したくなるボディしてるよね。素晴らしいわ、これもう国の宝だろうな、こんな女の子ガチでいたら。これいやもう火災後でしょこれ。ということはさ、エルザもさ成長するともうみたいなね、もうこの神のボディを手に入れるんじゃ、うわこれはもうもっと成長するとさ、もう神のボディをこう、もうたまらんね、ひれ伏したくなるよね。素晴らしいわ、もう国の宝のボディゾルダとエルザゲット降臨で親子揃いました、母子揃いました、ありがとうございます。あていうかお父ちゃん来ねえな。でもさこれでさ最後のね、ワンパッキーがさ、最後のワンパックがボロス、お父さんだったらすげえよねこれ。いやでもあるかもしれない、シグマね連チャンで来たし、エルザもこんだけ来て、エルザ3枚来て、ゾルダお母さんも来たし、筋肉マッスルガール、これあるぞボロス。まあアルザードは次回にしようかな、アルザードは次回にさ、もう欲しかったけどね、アルザードのレアバージョン本当にデザインがかっこいいから見たかったんだけど、今回はね妖艶だけは来てくれたのボロスを狙おう、ボロスボロスさあサンダコールね、まあ可愛い、なんかね 鬼みたいでちょっと可愛くて欲しいなと思ってたんだけどさ、サンダコールまあ可愛いんだけど、わーボロス欲しかったな。まあ次回になるね、うん、家族全員揃うのは次回になりますすると。そしてね今回最後メインディッシュ行こうか、みんなメインディッシュ、イルミナ妖艶ダッキイルミナ、うわー楽しみだったんだこれ、ザン妖艶ダッキイルミナ、もう最高でしょ、もう名前だけでさもうこれ大興奮でしょ、妖艶ダッキイルミナかっこいい名前かっけ。そしてねさこれですよ、うわちょ待ってナンバーワンだわ、もうね今回新しくゲットしたカードの中でナンバーワン、まあ総合ナンバーワンはさやっぱゾルダなんだけど、自分の中でマッスルガールが大好きだからさゾルダなんだけど、うわー獣ガールもめっちゃ好きでさ、いやでも同じぐらいだね、ゾルダと同じぐらい大好きだね。いやだってデザインかっこいいんだもん、すごくないこのデザイン、うわーやったイルミナ来たー嬉しい。今回のさナンバーワンの狙いイルミナゲット降臨で無事にありがとうございます。まあコンパできなかったんだけど、コンパまた次回になりますよね。ビリーとイルミナが揃ったのは本当に嬉しい、ガチ嬉しいこれ、うわーすごいねこのデザインのかっこよさ、半端ねえわー。次回絶対アルザード出そう、アルザードダブルで出すわ、今回シグマダブルできたし超絶にかっこいい、よし次回絶対にアルザード2連チャン行こう、もうマジ頑張ろう。最後はやっぱシグマバイバイで行きましょうかな、やはりねここはシグマで行こうと思う。やったーかっけー、メギノもすっげーかっこいいよね。